い、おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、はい、接続語を接続語、うん、文と文をつなぐ働きをする、はい、そういうのを接続語って言いますけれども、はい、前の文章のものと次の文章のものがどんな関係にあるか、ね、うん、というわけですね、はい、接続語というのは大変いろいろあるんですけど、そんなにいっぱいあるんだ。かっこいい。主な接続語がこちら。文と文、段落と段落などのつながりを捉えるために、この接続語を正しく理解することが重要です。例えば、はい、読んでください。はい、オウムさんは話が上手だ、うん、だから彼の漫才は面白い。 ありがとうございます。よかったですねそうですね、これの中の接続語っていうのはどこか分かります？はい、もちろん、はい、だから、そうですね、だから、うん、オウムさんは話が上手だということと、うん、彼の漫才は面白いということがどういう関係か、うん、ね、こう彼の漫才は面白い、これ結論ですね。そうすると、うん、オウムさんは話が上手だは一体何でしょう？話が上手いから漫才も面白い。そう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 、つまりそういうのは理由とか理由原因とか、はい、そういうのを示すのがだからというわけですね、はい、はい、ここにカレンさんには女優さんになってもらいます。はい、女優さん、うん、この文章をなるべく気持ちを込めて読んでみてください。気なりだな。思いっきり込めて読んでください。必死に練習した、うん、だから2位になった。そうだね、はい、いいですね。そうするとこの気持ち、どんな気持ちですかね？嬉しい気持ち。嬉しい気持ち、伝わったよ、嬉しい気持ち。そう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 、ありがとうございます、うん、優しいね。じゃあ次の文章、お、じゃあ、はい、じゃあこれをじゃあ気持ちを込めて読んでみてください。はい、はい、必死に練習した、うん、しかし、うん、2位になったいいね、いいね、いいね女優さんいけるねこれ。ありがとう。拍手するのもいいけど、次のしかしの時はどうでした？悲しみを込めた。悲しいよね。あ、込めた、やっぱり。でも同じ文章だよね、うん、で2位になったのも同じでしょ。そうです。何が違うんですかね？しかしの方が、うん、この人は1位になりたかったっていうのがすぐ分かる。そうだ、1位になりたかったんだね。そうです、目標がね。そうです、違ったね。これだからは2位でいい人っていうか、もうちょっとこう下だと思ってたんだね、きっとね。ラッキー、2位になっちゃった。そう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 、接続語の前と後は一緒なのに、うん、ね、ここだけ変わっただけなのにこんなに感情が違うんだね、うん、そうだね、うん、だからは純粋なんですね、うん、だから一生懸命練習しました、だから2位になりました。でも順当な結果、うん、しかしっていうのは逆説です。そうです、練習したのに、うん、あー残念、うん、1位になれなかった、2位だった、うん、そういう風になってしまう、はい、接続語っていうのは本当に的確に使わないと、正しい、いい接続語を選ぶとね、ちゃんとこう気持ちが伝わります、うん、はい、確かに。じゃあ次、はい、ですね、これはですね、オウムさんに読んでほしいです。あ、僕ですか、うん、でもカレンさんですね、はい、オウムさんに愛の告白をしてもらいたい。やだ正直すぎるでしょうねまあまあまあ、女優さんだし、どんなに辛くても頑張って。で、はい、オウムさんはカレンさんの告白に対して、はい、まあ、この文章淡々と、はい、読んで、これ淡々と僕は読めますね。淡々と、はいはい、はい、ということになります。はい、うん、じゃあ、恥ずかしい。アクション。オウムくん、大好きだよ。気持ちはわかります。しかし無理です。ひどいよ。ねえ、ひどいよねこれはね。じゃあ次、やっぱ
もう一回愛の告白をしてほしいんですね、うん、でオウムさんにはこれを淡々と読んでいただく。これも淡々と、はい、わかりました。アクション。オウムくん大好きだよ。気持ちはわかりますけれども無理です。差がわからない。さっぱりわかんない。しかしって言われた時とけれどもって言われた時とで違います。カレンちゃんどう？どうです？しかし、うん、どっちが腹立つ？どっちが腹立つか。最初。最初。はい、そうだね、うん。そうだね。なんか僕も、うん、後者の方がまだなんかカレンちゃんの気持ちを汲んだ上で、うんうん、だけどもけれども、ね、オウムとモデルの禁断の恋は無理ですよっていうそのなんか事情までもなんかこう入ってるようなね、うんうん、なんかそんな感じをしたんですよね、うん、そうですちょっとそうだね、うん、あのしかしっていうとただただこう逆説なんだよね、うん、何にも考えないで、うん、まあ A だけれども B だよそれだけしか言わない客観的にね、うん、本当にこう A じゃなくて B なんです、うん、そういうことです。でもけれどもっていうと事情が分かるよ、ね、でも仕方がないんだよ、うん、そういう感じね。だから自分はオウムなんだもん、うん、事情がねそうオウムなんだからそれできないよ、うん、分かったけどって なんか生意気なオウムだけどまあいいやね言わせたんでしょだから全部はいそうです。カレンちゃんはあれでしょう、うん、愛の告白されてもしかしでバッサリ行くタイプでしょ、ね、そうだよね。よく分かるね。よく分かる図星だったんだそれはそこもバッサリ行くんだね。ひどいな気持ちは組まないと、うん、はい最後に、これは接続表現って言うんですけどね、うんはい、電車が遅れた遅刻した、ねここに2文字で言葉が入るんだけど2文字、うん、2つであのでおおのでそうだね、うん、はいのででももう一つ似たようなのがあるの分かる？からオーケー素晴らしいね、そうだね、はい、やっぱこの2つですね。そうですね、うん、電車が遅れたから遅刻した、うん、電車が遅れたので遅刻した、どっちがいいと思いますか？上の方は、うん、一方的にその電車を責めてるというか、うん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 、まるで電車を運転してた人が悪い感じのにそうだそうだなんか言われてて運転手に相当恨みがあるとそう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 でも電車が遅れたのでは、うん、結構、うん、電車だけが悪いんじゃないっていうのを分かる、そうだね、仕方ないじゃないかそういう感じがするよね。あの同じように遅刻したって言ってるんだけど、うん、電車が遅れたのでっていうと客観的って言いますけど、うん、いろんな事情があるし、うん、そして電車が遅れたということが分かりますでしょ、うん、でそういう時には仕方がないですもんね、うん、だから遅刻したんですどうもごめんなさいのでの方が丁寧な謝り方になる、うん、のでを使った方が、先生はひょっとすると許してくれるかもしれない、すごいカレンちゃんのじゃあ回答今バッチリだったってことですね、うん、素晴らしい、そうです、その中で、ね、遅刻の言い訳はもうなんかプロみたいなことですか遅刻の言い訳はもう散々してきたってことなのこれ言い訳言い訳上手なんだねきっとねでもそうこういうことが、まあ、接続後っていう時にう、ねはい、ちょっとした違いなんだけど印象が変わるよね言われてね、だからその時に気をつけないといけない、はい、確かに、はい、さあそれではカレンちゃん今日の総括を接続語を入れてお願いします。接続語は勝手に出てくる、だからわざわざここでしなくてもいい。なんでだよ勝手に出てくるからしなくていいじゃないよ。